はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。葉月のショー with T ということで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、今日はですね、あのつい先日ですね、うん、僕のまああの友人というか、うん、まあ、もともと編集者さんで、うん、僕の本作ってもらったね、うん、錦織さんっていう、あの新さん、錦織新さんっていう、うん、まあ、僕たちは新さんとか錦さんとか言ってるんですけども、はい、その方が、まあ、引き寄せのね、はいはい、真実の引き寄せの法則っていう本を、あ、はい、まあ今度は著者として出されてですね、先日、まあ、ブログでもちょっと僕、はい、ご紹介させていただいたんですけども、あ、なんかちょっとちょうどいいなと思って、その時ね、錦さんとも話してたんですけども、要はなんで、まあ、引き寄せが実現しないのか、引き寄せがうまくいく人とうまくいかない人の差は何なんだろうみたいな話がちょっと出たので、そのあたりをちょっとこう、まあ、僕なりにまた解説してみたいなと思ったんですけどね。なるほど。はい。タマちゃんはそもそもなんか引き寄せたいと思ったことある？引き寄せたいこと、うん、あんまり強く思ったことはない。でもなんか、うん、引き寄せられてるなと思う時はありますけどね。なんかこう、引き寄せ、引き寄せたいと思ったことはこうないですけど、でもなんか結果的に引き寄せてたっていう、あります。体質ってあるんですか、それって？体質、あ、まああるね、体質は。へえ。あるある。まあこれね、宇宙の仕組みだから、その、まあ錦さんと話してた時にその本の中にも書かれてたし、錦さん自身もそうおっしゃってたけども、その、なんだろう、引き寄せって、自分の思い通り好きなものっていうか、まあ、都合のいいもの、自分にとってポジティブなものを引き寄せるっていうことが決してゴールではないっていう話をね、されてて、そう、本当その通りっていう感じで、まあなんかそういう体験を味わうことは悪くないっていうか、ね、なんか思った通り願いが叶ったっていうのはすごいハッピーなことだから、それを味わうことはいいけども、決してそれがゴールではない、そこが目的ではない、引き寄せっていうのはそれを目的にするもんじゃないんだよみたいな話をしてて、もうそれはもう本当に僕も大賛成、もうその通りだと思う、だから結局それをゴールにしちゃうと、結局まあ二極に分かれちゃうっていうか、引き寄せられたられないっていう、ただその結果でなんか一喜一憂するっていうだけに終わっちゃうから、いやそうじゃないんだよと。なんかその時話しててすごい思ったのは、彼はその引き寄せっていうワードからその宇宙の仕組みを解こうとしてるっていう話 で、そういう意味で言うと、僕はやっぱその数比っていうツールを使いながら、その数を使いながらやっぱ宇宙の仕組みを解こうとしてるっていう、まあなんかそういう意味ではなんか入り口はちょっと違うけど一緒だなと思ったんですね。そうですよね、伝え方っていうかね、こう、はい、でまあ結局やっぱり言ってることは一緒なんですよ。で、ちなみに僕もですね、こういうすごい引き寄せっていう本がございましてですね、一応私も引き寄せについて書いておるんでございます。で、要はなんで引き寄せられないかっていうのをですね、一番最初にちょっと書いてまして、あなたの思考が実現しない5つの理由っていうのがございます。まず1つ目、本気でその思考を実現したい、あるいは実現できるとは思っていない、だから引き寄せられないのよっていう話ね、で2、他人の考えを自分の考えと思い込んでる、これも結構多いですね、これは、だからなんか、その結婚したいとか、なんかビジネスで成功したいとか、それお金持ちになりたいとかね、まあ、一般的に言うとそういうものを引き寄せようとするんじゃないかなと思うんだけど、それはだから結局その引き寄せた結果っていうか、現象としてはお金持ちっていうことをなんかイメージしてるのかもしれないけども、そのもっとその先には、まあ、シンプルに言うとやっぱり自分らしくあるとかね、なんかこう自分らしく輝くとか、その自分のその
自分サイズの幸せと か,、うん、なんかそういうのが多分 ゴールとしてあるんじゃないかなと思うんですよね。でも結局その他人の考えをこう採用しちゃうと、うんうん、そうじゃなくてもっとお金持ちにならないといけないのよとか、あるいは例えばその主婦の仕事だったら、うん、主婦ではじゃないのよと、うん、私もなんか自分の好きなことをしてお金を稼がないといけないのよみたいな、うん、ね、ちょっとねばならないというか、ね、そうそうそう、それで、うん、それを引き寄せないと私は幸せになれないみたいなふうに思っちゃってる、うん、でそれってやっぱりこうすごいなんか拾っちゃってるんだよね、なんか他人の考え。そうですね、だから自分の言葉になってないから、うん、こう引き寄せたいっていうワードがこうなんか曖昧になるっていうか、そうだね、明確になかなか、そうだね、うん、いやだから本当にそれを望んでんですかみたいなことを結構突っ込まれちゃうと、もごもごもごってなっちゃうんですよね。でそのもごもごもごってなっちゃうっていうことにぜひ気づいていただきたい、うん、いや本当にそれを引き寄せたいと思うんだ、やっぱそれに対してやっぱ放火するじゃん、しますね、その これをこうしたいの、こうなりたいって言うと、やっぱりそこに必ずアクションというか実践がつくからね。そうじゃなくて、うん、いや別にそ、しかもそれを握らないとっていうか、それを取らないと別に幸せにならないわけでもないし、うん、ね、うん、別にお金持ちにならないと幸せじゃないわけでもないし、うん、自分らしく生きられないわけでも何でもないから、うん、なんか願望でしょ、願望で終わっちゃうっていうか、そうだよね、引き寄せたいっていう熱量よりも、そうだよね、うん、結局なんかその人の意見を採用しちゃって、うん、なんか本当に望んでないことを望んじゃうみたいな、乗っかっちゃうみたいな、ね、乗っかっちゃうみたいな、うん、それはすごい多いんじゃないかなと思う。いや多いと思います、うんうん、で3番目、うん、自分について何も知らないし考えたこともない、うん、まあこれはね、すごい、これすごい恥ずき声っぽいなと自分で書いて思うね、うん、本当にそうなんですよ、うん、考えたことがない、うん、っていうかそのなんだろう、自分が何を望んでいるかっていうこともそうなんだけど、そもそも自分って何なのとか、うん、なんかこう自分の存在っていうことに対しての なんて言ったらいいかな、こうそういうことを考えたこともないから、うん、当たり前だけど自分が何を望んでるかも全然分かってないよ ね, そうですよね、だから他人のあれに乗っちゃう、そうそうそう、乗っかっちゃう、うん、だからその要はやっぱり自分とは何であるかとか、自分は一体本当に何を望んでるのかっていうのはそんなに簡単に分かるもんじゃないから、うん、っていうかそこに、そこを先にフォーカスしないといけないよね、うん、そのなんか引き寄せようってするよりも、お金欲しいとか彼欲しいが欲しいとか、いやいやちょ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 待ちなさいよって、そもそも、うん、あなたは一体何者なのとか、うん、何をしたいのとか、うん、何のためにこの子に生まれてきたのっていうのがないと、うん、本当に結婚したいんですかっていう話になっちゃうんだよね、うん、だから結局やっぱそこをないがしろにして、なんか自分の都合のいいものだけ引き寄せようとするから、うん、いやなんかうまくいかないからこれは嘘だとか、うん、引き寄せなんて嫌だみたいななんか嘘っぱちみたいな、いやそうじゃないってって感じなんですけどね、僕的にはね、はい、で4番目、はい、自分の肉体が自分だと思い込み自分でコントロールできると思っている、うん、これ3番目と4番目と結構似てるんだけども、いやそのこの肉体がボディが自分だと思ってると、結局ボディのなんですか、ね、欲求に引っ張られちゃう、そうですね、性になっちゃうっていうか、まあそうですね、そうそう、うん、このボディが私、うん、私だと、まあなんか美味しいもん腹いっぱい食いたいみたいな、うん、いや別に悪くないよ、全然悪くないけど、本当に美味しいもんが腹いっぱい食いたいんだったら、もう借金してでも、まあ僕はよく言うんだけど、借金してでもいいから食いやいいじゃんみたいな、でもそれはしたくないっていうおばちゃん ね, ね、そうで、そんな違うでしょってね、本当に美味しいもん腹いっぱい食いたい、それがもう絶対やるべ、いや私のこの今回の人生で絶対やりたいことでもいいじゃん、別にね、もうなんかガンガン食えよみたいなね、やってみたらいいのよって話なんだけど、それをやっぱりそれが結局要は肉体レベル、まあ肉体レベルっていうか、なんていうかな、別にご飯食べるっていうことが肉体レベルだけの欲求ではないとは思うけど、うんうん、なんか それはそこに引っ張られちゃうと、本当にその真実のっていうか本当に望んでることとやっぱりずれちゃうから、うんうん、この肉体を自分だと思い込んでると、うん、なんかこう、まあ、さっきの他人の考えを拾うっていうのと全く一緒なんだけども、うんうんうん、本当の自分が望んでることとやっぱりずれちゃうんで、うんうん、だからうまくいかないっていう話になるね、だいたいうまくいかない人っていうのは僕そうだと思う、うん、
まあ、これを別の言い方で言うと、結局潜在意識と顕在意識の問題で統合されてるよね。うん、統合っていうか、要は顕在意識で求めてるものと潜在意識で求めてるものが違うから、その顕在意識的にはなんかうまくいかないじゃんとか、なんかちっともなんか引き寄せられてないと思うんだけど、それはさっきタマちゃんが言ったみたいに、結果として見たら、おなんかよくわかんないけど結構いい感じみたいな、でなんか振り返ってみるとなんか結構思ったようにいってんじゃねえのみたいな、そういうことなんだよねって。だからそれがあの、まあ、僕から言うとその数比なんかで確認できるから、ライフローチャートみたいなもの使ったらね、結局あれってこの時期になんかなんでこんなことしてたんだろうみたいな、それでも振り返るともう本当にそのベストタイミングでポン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 って、それを引き寄せって言うんじゃんって感じなの僕的には。でも本人はそうみたいな、そうそうそう、ご本人はそうじゃなくてもっと早く結婚したいと思ってたのよとか言うけど、いやそうですかみたいな、本当にそう思ってたらそうはならないよって感じなんだけどね。でその後ね、これもねすごい多いんじゃないかなと思うんだけど、考えてること、つまり思考ね、と言ってること、喋ってること、そしてやってることがバラバラ、これも引き寄せられないよね。うん、要はエネルギーがもう分散しちゃってるから、こうなんだろう、まあなんだろう、痩せたい、痩せてダイエットして綺麗になりたいとかいうふうに、まあ、思考が顕在意識が思ってたとしても、じゃあなんかこれ食べると太っちゃうのよねって言って食うみたいなね。そもそも食うなよみたいな話なんだけども、ね、負けちゃうよね。負けちゃう。いや、だったらやっぱり美味しく食べるとか楽しく食べるとか、食べて幸せとか、そっちの思いをわーっと出した方がよっぽど本当に、だから僕からすると痩せて綺麗になりたいっていうのは、じゃあ今が綺麗じゃないとか、痩せないと綺麗とは言えないとかいう、これもさっき言ったその他人の考え方をもう左右してるのと全く一緒なのね。だから本当は今の自分で全部 OK じゃんって、それ私幸せっていうオーラというかエネルギーをバーッと出せば、ひょっとしたら全部引き寄せられるかもしれない。その彼だったり好きな仕事だったり、なんかそういうこともね。でもやっぱり自分を否定するっていうところから入っちゃうと、本当にそのあ、まあ要は否定する思いがやっぱ引き寄せられるんで、そのまあなんていうかな、周りからまた否定されるような現象が起こるとか、これもう仕組みの問題だから、なんかそんな仕組みって分かることが大事ですね。そう、そんなに難しいことじゃないんだよねって。だからシンプルに言うと、本当に磁石だから出したものが返ってくる、波動だから引き寄せる、だから要は当たり前じゃん、自分がいい感じだったらいい感じのものが引き寄せられるに決まってんじゃんっていう、ね、すごいシンプルじゃん。だからどうしてもその、でも引き寄せたいと思う人は今の現状が認められないから、なんか別のものを、違うものを引き寄せようとするでしょ。もうそこがさ、違うんだよって感じなんだよね。ね、そっか、そうですよね。だから引き寄せたいと思うんですよね。そう、 ないものっていうか、まあ、そう、だから今の自分がまあなんか満たされてないっていうか、うまくいってないっていうか、ダメと思ってるから、なんか引き寄せようとするんでしょ。いや、それはね、悪くはないのよ。そこに気づいたらいいんだけども、じゃあ本当にそれを引き寄せようと思うんだったら、否定から入ったらダメよっていう。当たり前、自分が否定してる、自分が自分を否定してたら、絶対否定する現象がやってくるのよ、引き寄せられるのよっていう話だから、それはやっぱり自分をまず肯定するっていうか、認めるっていうか、受け入れるっていうか、でそれを今言ったみたいに、やっぱり考えてることと言ってることとやってることをできるだけこう統合していく。だからやっぱり私ダメとか、なんかこんな私じゃ価値がないとか、なんか毎日面白くないとか、なんか私イケてないとか、だからこういうの引き寄せたいのよって、もう全然違うでしょ、違う、順番が違うね。まあっていうか、あの逆に言えばその通りの現象を引き寄せられますよ。なるほど、はい、だからもう誰かがあんたダメって言ってくれますよ、きっと。間違いないよっていう。でそれでまたこう悪循環になりますよね、ああなんかやっぱり私ダメなんだみたいな。そうですね、そこをこうチェンジしていくためには、やっぱりその
なんだろう、本当の自分の思いっていうのにやっぱり気づくこととかもすごく大事だし、いやもうそれがよくわかんないっていう人はね、僕はやっぱりもう一番簡単なのは言葉を変えるっていうのが一番簡単と、例えば言葉を変える、私は素晴らしいとか、まあこの間ね、そう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 、私は素敵とか、私はまああるがままの、まあいっぱいあるけどね、そういうね、あるがままの自分を受け入れますとか、だいたいね、やっぱり好きって自分のこと言えない人って本当にうまくいかないよね。なかなか自分のこと好きって聞かれて、もう僕大好き好きって言うね、なかなかそういう人少ないですよね。そうかね、割と、いや、あんまりとかね、まあ、まあ日本はやっぱりこう謙遜の文化だからね、やっぱりどうしてもこうへりくだるっていうのもあるし、なんかその自分大好きとか言うのもうお前なるかみたいな感じで言われちゃうけど、いやそれがベースでしょっていうか、それがないのにそんななんかハッピーなことなんか引き寄せられるわけないじゃんみたいな、だからそれがね、それが要は自分のそのマインドっていうか、その潜在意識の中でダメとかそれ無理とか思っててもいいのよ別に。でも口には私は全て、まあ、何全てはうまくいってるとかね、私は私のことが大好きですとか、私は仕事のできるいい男ですとか、なんか私の身の上に全ての幸せが雪崩のごとく降り注いでますとか、まあそういうもう洗脳だよねそういうのを自分に言い聞かせて、その自分をその、まあ、いわゆる満たすっていうかポジティブマインドにして、そのいいオーラを出すっていう、もうこれがもうすごいシンプルな方法なんだよねって感じ。まあいろんな方法あるよ、いろんな方法あるんだけども、まあ僕的には一番簡単、やりやすいね、みんなでね、お金もそんなかからないし、言うだけでも、ただじゃんって、そう別にそれで思ってなくてもいいのよって、最初はね、もうダメダメって思ってても構わないけども、でもダメダメって思っててダメダメって言うと損よって話、ダメが引き寄せるよってね、そう圧倒的に損よって、ダメが引き寄せられるだけだから、だからそういう意味ではもう引き寄せっていうのはもうまさに磁石だから、だからもう引き寄せがうまくいかないじゃん、あーって言ってたら、もうそのあなたがこの引き寄せの法則を信じてないっていう現象がちゃんとそこで起こってる。だからちゃんと引き寄せてるじゃんって話なんですよ。ある意味ね、ある意味、ある意味っていうか、そういうことだから、そういうネガティブなものをこれどうせやってもうまくいかないんじゃないのって思ってるから、うまくいかないのがやってくるのよっていう、もうそういう非常にシンプルなものなので、なかなかそこが仕組みって風に落ちないから、え、仕組みなの、それって、そうなんですよね、仕組みってもうルールみたいなもんじゃないですか。そうそうそう、だから、なんか、まあ、僕はね、その今回宇宙の仕組みみたいなのをまとめたのはそういうことなんですよ。この仕組みが分かれば、あ、それはあとはどう使うかっていう話だから、まあもちろんその使い方はいろいろね、お伝えすることもできるんだけども、結局長続きしない方は僕その仕組みを理解してないからだと、なんかちょっとやってまあこれダメだみたいな、でもうずっとそのなんかお手軽な方法ばっかり求める、これもお手軽な方法を求めると、そのお手軽だけども、まあ要はそのゴールに到達しないっていうか、結局そのあの楽したいとか、うまくあのどうせやってもうまくいかないでしょうみたいなことがベースにあるから、なんかすぐ次次今度次今度次とかになるわけじゃん。でそれってやっぱその本当にそれもまた引き寄せがもう確実に実現してるって話だから、そうやってもうあちこちあちこち回ってる人はずっとあちこちあちこち回りますねみたいな、別にあの本当にずっと言ってるけど、あのこうどっからでもいいのよ、で、ある程度そのなんかそのある程度の域に到達した人ってみんな同じこと言うんだからって、あとは皆さんが好きな、まあこれはもう好みとかスタイルの問題だから、その合うスタイルを自分が選べばいいだけの話で、でしかもそれも自分なりにアレンジすればいいのよ、別になんかまるっきりその人と同じことをする必要ないから、まあしてもいいけどね、まあ、これもよく言うけど最初は主張りだから、まあ守ってまあベースはちゃんとやりましょう、である程度あこれなんかいいぞと、なんかいい感じになってきたぞと思ったらちょっとアレンジ加えてもいいよっていうね、そういう段階があるから、だからもうあとはもう皆さんがもうフィーリングで、あなんかまあ例えば葉月さんだったら葉月さんのやり方があ私に合ってるなと思ったら、もう他見る必要本当にないからって感じ、
結局なんかいろいろ言ってみんな同じこと言ってるじゃんで終わっちゃう方もありますよね。そうで、うん、結局それが知りたかったのって話じゃん。そうですよね、うん、じゃないんでしょってね。なんか本当に自分はその引き寄せられるっていうか、うん、自分らしく生きていくっていうことがゴールなんだったら、やっぱそこに対してチャレンジしないといけないから、うん、そこはやっぱりもっとちゃんと自分の内側をしっかり見るとか、うん、さっき言ったみたいにその他人のものをなんか自分のものと勘違いしないとか、うんうん、自分のことをもっと知るとか、すごいやっぱり大事なことなんじゃないかなと思います、うん、なるほどね、はい、改めて聞くとまあそうだなって思いますけど ね、うん、そうだからどうしても皆さんやっぱりノウハウを知りたからでしょ、どうしたらそうなりますかって、うん、そう簡単に引き寄せられる方法みたいなもうその裏側で、うん、だからうまくいかないっていうなんか前提がそこにあるでしょうみたいな、うん、なんかこうお手軽にっていうね、うん、なんでそんなに手軽さを求めんのみたいなね、うん、なんかなんでそんな楽をしようとするの、それが結局僕からすると怖いんですよねみたいな、うん、やらなくてもいい理由とか、うん、うまくいかない理由をもうなんか先にこうなんかちょっと並べとくよねみたいなそれでもうなんかちょっとやっぱりダメみたいな、いや違うでしょ、いや、まあ、違うでしょっていうか損いんよって話、圧倒的に損だから、なんかそのあたりをにちょっと気づいていただくと、あの引き寄せって実は僕からすると全員間違いなく引き寄せてます、うん、引き寄せてるんです、もうすでに。なるほどすでに。でその引き寄せた状態が今の自分の状態だから、うんうんうん、そっからスタートしないと、うんうんうん、ね、でその自分をまず OK 出してあげないと、うんうん、でさらにあこんなに私引き寄せられたんだったらもっと違うこんなワクワクを引き寄せようって言ってやるとうまくいくの、うん、そうですよね、はい、もっといろんなものがこう出てきますよね、そう引き寄せたい事柄っていうか、そうこんなもんいいんじゃないかな、うん、こんなもんありかなみたいな、だからそのあたりはね、うん、まあ要は一生生きてる間、うん、もうずっと引き寄せ続けるっていうか、うん、体験し続けるわけで、うん、もう体験に良いも悪いもないから、うん、やっぱり本当にね、うん、まあ宇宙の仕組みで言ったみたいにバラエティ増えることが神様望んでることだから、うん、そのバラエティ増える方向でなんかいろいろ引き寄せればいいと。タマちゃん何今引き寄せたいこと？今引き寄せたいこと、うん、なんだろう、もうなんだろう、なんだろう考えてみよう、なんだろうそんなのすぐ出てこないとダメじゃん、そうですよ、引き寄せられないじゃんそんな、本当そうですよね、うん、なんだろう、なんですか皆さん、なんですか先生、何じゃあ逆に、いやもうタマちゃん引き寄せたいことは、うん、もう僕からするともう一つじゃんみたいな感じ、世界中旅行するとか、ああそうね、それを思ってる、なんか最近よくそういうやっぱ見るし、なんかこういろんな情報っていうかこう目に留まるし、うん、みたいな、だって地球へ来た旅行者だから、うんうん、それはもうあっちこっち見たいじゃん、当たり前じゃんみたいな、そのために地球来たんでしょみたいな、そうだよね、もうそれをもっとね明確にした方がいいよ、タマちゃんは、そうだよね、全部行くみたいな、そうだよね、うん、で行った先でもなんかこう仕事ができる、仕事っていうかこうなんかできる環境っていうかこう何か、うん、まあ仕事っていうか、まあ要は、うん、遊びだからね、うん、そのただなんだろ う、 こうビジターじゃなんかちょっとあんま面白くないから、うん、やっぱりこう そこでこう、うん、なんか暮らしっていうか、そうそうそう、なんか生きてる実感をこう味わいながら旅するっていうのがいいわけでしょ、うん、そうですだからそれももっともう明確にやっぱり投げた方がいいよ、うん、なんかそうですね、なんかそれがなんかいつかできるんじゃないかってこう思ってるから、うん、あまりこう強くこう引き寄せたいと思わないっていうか、そうね、まあそれはそれで別にいいんだけども、うん、やっぱりそのどんなスタイルがいいのかとか、うん、どこ行ってこんなことしたいとか、うん、それはやっぱりね、もちろん明確にした方が本当はいいんだよね、で結局それが実際にやってみて違ったら修正するだけの話だから、うん、別にで絶対そうじゃないとそれ一生続けないといけないなんて誰も言ってないわけで ねみんなもそうなんですよ、うんうん、これやりたいんだよ、やってみたらいいじゃん、うんうん、やって後からあちょっと違ったな、変えようかな、修正しようかなで全然問題ない、ただそこにそのワクワク、いわゆるポジティブなエネルギーが乗ってるかどうかっていうのはすごく大事なところだから、それなんか面白そうっていう、だからね、まあ僕も本当になんか、うん、新しいことにやっぱり挑戦したいなと思いますよね、うんうん、もうなんかもう分かってることやってもあんまし、ワクワク、ね、つまんないしみたいな、ワクワクしないもんね、うん、先生も楽しいみたいなの欲しいもんね、欲しいねえ、ねえ、まあなんか僕も一生懸命またね新しいことに挑戦していこうかなと思っております、うん、はい、
ということで、今日はそういう話でした。はい、どうもありがとうございました。